開幕から3ヶ月、各地で期待通りの熱戦を繰り広げるニューツーリングカーサーカスがやっと鈴鹿に。予選は厳しい暑さの中、ドライバーにとってもマシーンにとっても辛い戦いとなったが、メーカー同士の熱いバトルも激しく火花を散らしていた。イギリスで活躍中のコロナを筆頭に4車種を持ち込んだトヨタ。日産はベテラン星野と長谷見が実績のあるプリメーラに乗る。シビックフェリオにシーケンシャルシフトの導入が待たれるホンダ。マツダは V6 のランティスで登場。 BMW はワークスシュニッツァーを頭に旧来がエントリー。好調ボグゾールの独走を許すのか。そしてタイヤ戦争も熾烈だ。国産メーカー4社がしのぎを削る中に殴り込みをかけてきたのが二輪のデータを生かして好調なミシュラン。果たして鈴鹿でも優位に立てるのか。最後はドライバー、余裕のベテラン勢に食い込む若手はいるのか。It's good for testing, but for racing it's very difficult to overtake. The only chance is going into the first corner. After that, even if you're behind a slow car, it's impossible to pass.俺の狙いはみんなが垂れて俺が垂れないってのが狙いだけど接触ないように頑張ります頑張ります。 I think a lot depends on tires and a lot depends on reliability of the car, so we have to see. 41周ですごい熱いレースになるから、結構ひっちゃかめちゃかになると思うからね、やっぱ大事にいこうかなと思って。しかし BM 流レース観戦法のポイントはメーカーの争いやベテランの活躍だけじゃない。そう、6人の戦うキャスターたちによる、これこそ丸ごと BM バトルだ。拓也が一番前にいて、半蔵がいて、で原坊がいて、俺と清水さんで後ろの方を守ってるわけ。俺や清水さんもいること忘れてるだろう。俺がどうだよ。俺がどうだよ。お前、俺と清水さんいるの忘れてるだろう。お前ね、ちょっとおい、なんだって前やったらポールに聞こえるけど、たかが7位なんだよ。俺9位だよ。7位ってあんた、いいところじゃんよ。1台抜けば6位だもん。4台抜けば表彰台だよ。そうだね。だって小学校の時教わらなかった。うん、教わった。教わっただろ。いいじゃん、7番手さあ、ね、俺なんか15番手だよ。15台抜きはトップだよ。まあ、バカにしてるよ。15台抜けないっていうの、14台抜。あ、14台か。リタイアだ。で、俺の後ろに長屋がいるでしょ。シミちゃんが、シミちゃんここにいるでしょ。シミちゃん村松。いいよ、もうこんなもん。早くレースやろうぜ。俺は清水さんとサイドバイサイド、テールツーノーズの接近したレースを皆さんにお見せしたいと思います。すごいね、そう言ってて先行っちゃうんだもん。あ、始まった。いたいた。その頃中谷さんはスポンサーの撮影会でした。あの前にケイちゃんとかガンさん、あ、ガンさんいないか。あのコブちゃん、あ、コブちゃんもいないか。あのとりあえずいる人を目標に突っついてやろうかなと思ってます。シリーズの7戦目にあたる第1レース、グリッドの上位はやはり外人勢とベテラン。キャスター最上位は黒沢拓也、その後ろに服部、原と続く。タイヤはレギュレーションにより予選時のものをそのまま装着。今日は距離の短い東コースを使うため、レース後半には周回遅れをパスしていかなければならない。10時33分、戦いの火蓋は切って落とされた。スタートは不利とされる FF をうまくコントロールしたクリステンセン。そのままトップで1コーナーを抑える。スタートリプレイはまず服部。スタートで出遅れた服部をパスしようと前に出るが、自分もシフトミス、順位を落としてしまう。反省。
スタート直後の1コーナーから2コーナーは各社無事にクリア。そのまま混戦状態で S 字になだれ込む。スタート寸前、ルームミラーが落下した清水は後続車の動きがつかみにくく、混戦の中では接触を避けるのが精一杯。頼りはサイドミラーだけだ。逆バンクを抜け、トップが東コースの最終コーナーに入る。幅だけを見れば2台が並んで入れるが、アウト側は路面が悪く、しかも 800m の直線を生かすためにはライン取りが難しいコーナーだ。ベテランハサミにぴったりと食らいつく拓也。6人のキャスターの中では1人シーケンシャルシフトのマシンに乗るが、ドライビングに集中できるのが何よりも乗りやすいという。ベテランのラッキーなドライビングミスで竹谷は順位を上げる。一瞬54秒ペース、しかも接近戦となればワンミスが命取り。だからこそドライバーも熱くなるが、レースを楽しみ観戦する側もそれを感じることができる。それがニューツーリングなのだ。さてレースが10周を過ぎたあたりから清水と村松の接近戦が続いている。ジャーナリスト兼レーシングドライバーの村松、そんな村松をレースの世界に引きずり込んだのは清水で、いわばこの二人師弟関係なのである。マシンはコロナの中で唯一プライベーター、タイヤは東洋をチョイスする。ワークス的な存在のトムス、セルモから比べればおよそ2秒のビハインドを背負っている。一方清水選手もプライベーターの苦しさを味わっている一人だ。レースタイムは共に55秒の後半でイーブン。そして16周目の S 字に入り、バトルはさらに激しさを増した。そして ドライバーに怪我はなかったものの、両者この時点でリタイアとなった。一方こちらは拓也。コロナ同士の争いが面白くなってきた。この週は行かさない。タケを追う2台のトムスコロナ、現在ランキング2位、エース関谷にも意地がある。S 字で軽い接触、バランスを崩した2台の差はさらに縮まる。8位に落ちた拓也、ストレートでのスピード差プラスタイヤの垂れがこの先行を許してしまう結果となった。続いてこちらは原を先頭に中谷、スコット、土屋と団子状態。まず土屋シビックは現在のポテンシャルではこんなもんだよとマイペース走行。代わって中谷 BMW は昨年のチームメイトスコットにせっつかれながらの走行が続いている。スコットの少々強引な走りで順位を一つ落とした中谷。し
かし持ち前のクレーバーさで全く動揺せず次のチャンスを狙う。そして集団のトップをキープする原、シビック勢の中でも最も軽いマシンとして羨ましがられているが、その利点を生かしきれるか。21周目スコットが原に急接近。当てられてマシンを壊すよりは今後のためにデータを残す作戦の原、これもレースの重要なファクターだ。スコットに当てられました。しかし次の週の2コーナー、周回遅れのスピンにスコットが急ブレーキ。マシンが失速した隙に中谷お返しの逆転攻撃。でも表情は変わらない。シーンは変わって3位4位の激しいバトル。これで一つ得をしたのがこの人。お、なんかやってるやってるやったやった、僕通るな、僕するぞ。あ、けど俺の前に入るぞ。どういうことだこれは。あんなやつはダメだ。これで順位は3位に星のプリメーラ、4位5位がコロナ、6位に長谷美、拓也は7位、服部は10位でラストスパートに入った。あいつアクセル抜きやがった、アンソニー・レノーバカアクセル抜きやがった。もうどうしようもない、だからあいつは。おー、行った行った行ったよ。おー、行った。おー、危ない危ない、行った。前で頑張って暴れてくれ。お前の方がストレート早いわ。それにしてもクリステンセンの速さは他を圧倒。レースタイムでも1台だけ53秒台を記録している。35周目、中谷が突然スローダウン、燃料系のトラブルでリタイアとなった。そして拓也も残り4周あたりからペースダウン。どうやらタイヤが原因らしい。タイヤブローしちゃったかな。暑さのためにタイヤにトラブルを抱えるチームが続出。特に予選を柔らかめで走ったチームはご覧のような始末。そして大詰め、服部はまたしても順位を上げる。拓也君も慣れてきたわ。おおおおお、先に服部にも言われた。結局レースはクリステンセンのポールトゥーフィニッシュ。キャスター陣は服部黒沢がかろうじてシングルに入った。1レース終了後、ピットに戻ったマシンはそのまま車両保管に入り、オフィシャルからの合図があるまでは誰も触ることができない。そしてカウントダウン終了とともに10分間だけの作業を開始。したがって大きなダメージを受けてしまえばリタイアになる可能性は高く、ドライバーもそれなりに走らなくてはならない。今回1レース目で接触、コースアウトした清水車を見てもフェンダーの歪みを直すのが精一杯で、アライメントなどの調整まで手が届かないといった状況だった。燃料系のトラブルを解消し、中谷のマシンも準備 OK。18分、リタイアした1台を除き28台が一斉にスタート。拓也が好スタートを切りジャンプアップする。
スタート前ガンさんに気合を入れられた拓也は期待に応えて3台を抜くロケットスタートを決めた。トップはまたしてもクリステンセン。これにソファ、星野、関谷、拓也が続き、スタートを失敗した服部も10位に返り咲いている。そして2周目の1コーナー、インを刺した中谷がアウトにいた一つ山と接触、中谷は大きく順位を落としてしまう。一方こちらは土屋シビック。 SE の混戦では軽く接触しながらもなんとか切り抜けたが、さらに最終コーナーの進入では寺田ランティスに行き場を防がれ、今度は激しく接触。外観からもはっきり分かるダメージを負うが、これが原因でフロントのスタビを曲げてしまう結果となった。アクシデントはまだまだ続く。3周目の1コーナー、まず中子がコースアウト、その直後にマリノの松永も激しくコースアウトしリタイア。その様子を土屋のカメラで見てみよう。まず土屋をウィンケルホックの BMW がパスし、そこへ中子が戻ってきて接触。土屋は危機一髪アクシデントを逃れるが、ウィンケルホック中子と共にピットへ戻るものの、そのまま戦列を離れる結果となってしまった。これで9位へ浮上。そしてこちらは拓也対関谷の戦い。1レース目での借りを返すべく、今度は拓也がぴったりと食らいつく。そして1コーナー、 FF 車の場合滑り始めてもアクセルを入れることによって大抵は立ち直ることができる。当然拓也もそのアクションを起こしたが、路面にパワーが伝わらず結局スピン、悔しいリタイアとなった。最後尾スタートの清水はランティス2台と17位争いを展開中。ラップはさらに進み、服部は前を行くカローラと後ろにいるカバリエに挟まれ6位争いを展開中だが、またしても周回遅れが現れた。これで服部は8位に転落。熱くなるなという方が無理な話。ところでこちらは3位争い。1レース目と同じ展開で星野が逃げるが、コロナの関谷も必死で後を追う。そして迎えた33周目、星野のスリップにしっかりと入った関谷。1コーナーでは引いたが、続く2コーナーで星野が譲ったのかあっさりとパス。
そしてレース終盤、傷つきながらも走行を続ける土屋をまたしてもアクシデントが襲う。1コーナーで前者のスピンに気がつくものの、スタビの破損によりラインを思うように変更できず、間一髪のところでストップ。土屋にとっては全くついていないレースウィークとなってしまった。ここにもついていない人がいた。4位を走っていた星野はタイヤとフェンダーが接触、ステアリングを切ることができなくなり、5周を残してリタイアとなった。12時10分、38分間によるバトルはクリステンセンの2連勝で幕を閉じた。2位はソファ、3位は関谷と、ランキング上位は確実にポイントを伸ばすことに成功。キャスターでは服部がただ一人ポイントを稼ぐにとどまった。6人のキャスターが今持てるだけの力を発揮して戦った鈴鹿の一日。そこにはレースがドライバーの力だけでなく、マシンやチーム、その他さまざまな条件が整ってこそ競えるスポーツであることを改めて思い知らされた気がする。 JTCC はまだ始まったばかり。 BM キャスターもこのままじゃ収まらない。